ボンジュー、フランス、なんと在住のノリです。あっという間の日本滞在、今日はいよいよパパがフランスに戻る日です。パパのお見送りでマモンとケイは羽田国際空港までやってきました。ちなみにマモンと子供たちは1週間後にフランスに戻ります。ケイ君、これからパパ飛行機乗るね。今回の日本滞在でとってもたくましくなったケイ、今日は泣かずにパパにお別れが言えるでしょうか。ケイくん、あ、これビデオね。レボンとレボンとレボン、t'es pas fatigué? Non? Ça va aller? Bah, non, ouais. Bien sûr. Kiku, お肉おいしかったね。おいしい。お肉おいしかったよね。ありがとう。はい。あ、よかった。あ、じゃあパパにも。パパ、これパパのおごりだから。ありがとう。パパにありがとう。ありがとう、パパ。はい。パパね、パパに焼肉をおごってもらったね。アイス。アイス食べるの？お米残ってますよね。うん、さあ時間になったので荷物を預け入れます。上限の23キロまでギリギリに日本のお土産を詰め込みました。最近は荷物の預け入れも自分で機械を操作してできるんですね。知りませんでした。寂しいね。寂しいね。寂しいの意味わかんないでしょ。わかんないね。チュバルモンキー。あれ。はい。23:30。On a vu, mais il est derrière là-bas, il est caché. On peut pas y aller. C'est que ceux qui ont un billet qui peuvent y aller. Toi, dans la semaine prochaine, tu vas aller avec maman ici, avec ton billet. Tu iras dans l'avion, tu seras sage avec maman dans l'avion, d'accord? Bah ouais, hein. Ouais. Bah, on s'appelle. Bon voyage, papa. Bon voyage. Allez. Ciao. Ciao. Gros bisous. Papa, on y va, Bye bye. Bye bye, papa. Je peux aller derrière l'avion. Ah, l'avion m'étais-tu? Non, c'est il faut rentrer. Parce que demain, il faut rentrer. 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 Allez, bye bye. これから成田を出発してアムステルダム経由でナントに帰ります。頑張ろうね、ゆきちゃん。飛行機に乗りますね。ケイ君、飛行機乗るの楽しみ？早くパパに会いたいね。ね。
あ、緑の飛行機もこれから出発するんだね。これ青。そうだね、青だね。ママたちはこの青い飛行機に乗るんだよ。Je vais rentrer bientôt. Je vais rentrer bientôt. そうだね。寝てんの？起きてる？パパに会えるの楽しみだね。ね、パパ空港まで来てくれるよね。帰りの便では特別に K は無制限でアニメ鑑賞を楽しんでもらいます。ミキはバシネットでくつろいでおります。帰りの便ではマモはご飯を食べない覚悟をしていましたが、ミキがタイミングよく寝てくれたので今回はご飯を完食できました。滑り出しはとっても順調。子供たちのおかげでワンオペ飛行機がストレスなく乗り切れそうです。ケイもほとんどぐずることなくアニメ鑑賞を楽しんでくれてます。さあ、日本を出発して5時間、ミキの離乳食タイムです。どんなキャッシー？すごいじゃん。今回のワンオペ飛行機ではケイはできるだけ一人で楽しんでもらう、そしてマモンはミキのお世話を中心にして過ごすということを心がけて過ごしました。今回はですね、マモンのヘッドフォンを機内に持ち込んだんですが、このヘッドフォンがね、とても性能がいいので、これがなかったらね、ケイは一人で集中できなかったと思います。でもね、やっぱり一人で過ごすのは飽きてしまうので、たまにね、ミキが寝てるうちにこうやってね、一緒に遊んだりして過ごしました。ちなみにね、じゃんけんは日本の幼稚園で学んだそうです。それから動画には収めてないんですけれども、 K の隣の座席になった方がとっても親切で、私がミキのお世話で手が離せない時に K の遊び相手になってくれたりして本当に助かりました。距離をね、今歩いてます。さあ、いよいよ最後のアムステルダムからナントに向かう飛行機に今乗ったところです。お疲れ様でした。みんなチークも頑張ったね。
れちゃったね。こっち帰っていっぱい寝ようね。Allez, on rentre à la maison, hein. On va bientôt ici. On rentre à la maison, Colette. Allez, on y va.